うん、見えない。めっちゃいいな。サブタイトル。え、もうそんなの？うん。めっちゃいいじゃん。紹介しよう、紹介しよう。じゃあ今日コーナーは？とりあえず4名の方が見てますからね。あ、そう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 、だからだから。やっぱり始めるそうだね。あ、じゃあ始まります。デュアリズムのおしゃべや。時刻は17時半を回りました。デュアリズムのおしゃべやの時間です。 MC はハイセとサーキです。よろしくお願いいたします。この番組ではギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオより生放送でこの後18時まで放送いたします。今までにない新たなジャンルを皆様にお伝えできたらいいなと思っております。どうぞ最後までお付き合いください。はい、本日が8回目のラジオになります。我らデュアリズム、自己紹介をさせていただきたいと思います。デュアリズム姉のハイセです。デュアリズム妹のサーキです。我らデュアリズムは趣味でコスプレ活動を行ったり踊ってみたなどのダンス活動をしております。私たちのコスプレは一般に思い浮かべられるであろうメイド服やナース服と違い、アニメや漫画のキャラを模した服装を身にまといます。本日は刀剣乱舞オンラインより、中身は日向正宗と乱れ藤四郎ですなんですが、そう、最近島村さんで手に入れました紺之助の耳がついたスウェットを上から羽織っております。これね、耳がついてて可愛いんですよね。そう、後ろにはこの腰の部分に尻尾の絵柄も描かれてて、すごいスウェットとは思えない可愛さがあるんですけれども、はい。また踊ってみたの活動はその名の通り J-POP やボーカロイドなどをはじめとする楽曲で踊ること。踊ってみたという言葉は踊る人々が動画投稿サイトに動画をアップロードする際にカテゴリータグとして付けられます。はい、なんですがまだ私たちは動画がアップロードできてないですね。ですね。そう、踊れる曲は何曲かもうすでに練習は始めてるんですけど、あるんですけどね、持ち曲は、ね、まだね、その背景とかね、どこで踊ったらいいんだろうっていうのがずっとありますからね。そうだね。どういう場所で踊りたいっていうのはありますか？なんかおしゃれな場所、なんかチャタンのアメビレとかあの辺で、あー、なんか後ろがもうかっこいいやつでかっこいいダンスを踊りたい。でも私たちあれですよ、大体和装ですよ。そうなんですよね、そうなんですよね。和装じゃ踊れないですよ。かっこいい曲もじゃあ練習しないといけないですね。そうですね、踊れるようにならないとですね、はい、こちらね、動画はアップしてないんですけども、こちら沖縄で年に数回開催されております沖団や沖コスといった踊ってみたなどのダンスイベントには出演させていただいておりますので、もし機会がありましたら足を運んでいただけますと幸いです。この番組デュアリズムのおしゃべやではメッセージやお便りを募集しております。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com です。
余談ではありますが、コスプレや踊ってみた以外にも美味しいものや可愛いものにも目がない私たち、宜野湾市内のそういったお店の情報もお待ちしております。はい、最近は宜野湾市、ね、宜野湾市内だけに飽き足らず、ちょっと那覇や茶谷にも足を運んでみようと思っているので、そういう情報がありましたらぜひぜひお便りお願いいたします。あと可愛い洋服屋さんとか、美味しいケーキ屋さんとか、美味しいお肉屋さんとか、美味しいトウモロコシが食べれる場所とか、そういうのを今話してたんだよね。はい、また FM 宜野湾ではツイキャスト、ユーストリームで映像と音声をネット配信しております。 FM 宜野湾のホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。映像と音声といえば、デュアリズムでも個別にショールーム配信を行っておりますので、よろしければそちらもお楽しみいただけます。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジをダウンロードしていただけますと、いつでも皆さん、いつでもこのラジオを楽しんでいただけますので、皆さんのご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加していただけると幸いです。なんかあれですね、途中なんかひらがな表記になりましたね、発音が。いいと思いますよ。いいと思います。噛まないだけマシだと思います。 ありがとうございます。それではここで1曲お届けしたいと思います。ミュージカル刀剣乱舞よりエオエオアです。お願いします。お願いします。楽しかったね。17見る今日。17？ もう17見る。なんかいくつ島ね。そう、それが言いたかった。いくつ島。はい？え、いつく島か。ああ、よかったよかった。言いづらいね。言ったのにまだ間違えるかなと思った。違う、今日あれ話さないといけないんだよ、先週の抱負を。あー、トウモロコシ。そう、忘れてた。伝統楽しかったですよね。ですよねって。伝統楽しかったですねって。皆さん行きましたかって。楽しみながら。行ってよ。うん、言う。ちゃんと言える。成長したから。最近滑舌悪いから、ここ1週間。校内の影響で。コメント来ないですね。皆さんよかったらコメントください。ショールームの皆さんも、ツイキャスの皆さんも。携帯がね、安定しない。安定しないですね。これ絶対部屋着じゃなくないって思うよね。質は部屋着だけど。ちょっ、今日はね、メイクが上手にいった。今日は私もメイクしてるんですよ、普通にね。あれ、どの辺がって。なんか頼まないで、頑張ったから。頑張った、これでチークしただけでしょ。そうだよ。下地とチークだけ。で、私がファンでしょ。パンパンパンしろよ。でもね、やっぱ中から衣装着てるの分からないね。だからね、若干とか言ったら。でも大事、そういうの大事だと思う。中から見えなくても着てることがね、重要だから。解釈違いを起こらずにする。あれでしょ、とりあえずあれでしょ、トウモロコシ食べれたのと、トウモロコシ花火が開かなかったことと、黒糖綿あれ食べ物ばっかりやな。なんか他になんか言わないといけないことなかったっけ。それじゃない、それじゃない。だって言うことで更新してればそんなに行くじゃん。これはもう絶対行かなきゃ気になるやつ。何だったっけ。何だったっけ。これ言わないと本当にハハハハハみたいな感じ。そう。
なんだっけ、酔っ払い2人の前でわかんない。焼きとうもろこしの写真を撮るつもりだったけど撮るのを忘れて。ほんとね、あ、それじゃん、それだね。うん、みんなやばい、真剣ラムサ行くんだよ、真剣ラムサ。いいなぁ、うち清水がいないからいいかな。超楽しみ。ペンライトに赤が入らない。だってカルちゃんも清水もいないの。コメントくださーい。コメントくださーい。コメントくださーい。こんにちはでもいいし、あでもいいんで。いや、あったらあって返すしかなくなる。いただいてます。あって言えないでしょ。いいじゃない、カオスで。意外とシュールで。意外と、うん、意外とじゃないけど。日本語分かって使ってる？うん、日本語が、うん、最近ちょっと難しい。最近じゃないでしょ、ずっとでしょ。なんかね、今日変数が解けないんで。バルキューレ。ちょっとだね。ちょっとだね。読みたい。どうぞ。始まります。はい、行きます。お送りしております。この番組ではデュアリズムのおしゃべやです。宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオよりこの後18時まで生放送でお送りいたします。お相手はハイセとサーキです。それではフリートークに、はい、行きましょう。ということでまず先週の、はい、ラジオ配信の後に全島 A さんに行かせていただいたんですけれどもね、楽しかった。抱負と言いますか、なんだっけ、焼きとうもろこしを必ず食べると言ってましたね。言ってましたね。でどうでした？美味しかったです。買いました。ちゃんと買いましたね。ちゃんとあのサーキーのお友達を見つけてお友達のお店で買いました。で、それで本当は撮るつもりだったんでしょ、かぶりついてるものを。そう、かぶりついてる写真をツイッターにあげますっていう話だったんですけど、ちょっと撮るのを忘れてしまってですね。そう、あげられたのは肉巻きおにぎり。ちょっとね、そう、肉巻きおにぎり食べてる時だよね。うん、あ、そういえば、そう、あれ、トウモロコシかぶりついてる写真撮ってないんじゃんって話になって、ね、あ、じゃあもう肉巻きでーす、肉巻きでーすって。もうね、面白かったね。楽しかったですね。はい、 あと、花火も泣きませんでしたよ。どやって言うことじゃない。そう、もうさすがに中学生で花火怖いって言ってたね。泣いたら怖くない？怖いね。今までどれだけ花火見てなかったんだって話だよね。祭り行かないからそこまで。そう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 、もうハロウィンですね。遠くから見守るだけ、うん、だからね。ね、しかも あっちで花火やってるみたいな、音も届かない。うん。あ、なんか光ってるっていう、光ってる、わあ、なんか、ああ、あの花火好きみたいな。そうそうそう、遠目で見る感じ。ちゃんとなんか好きな形の花火の写真も撮れたんだよね。うん、なんかフォンってやつだからわからないから。効果音、それをツイッターにあげるっていう話だよ。あ、そうそう、それが一番撮りたかった写真。うん、でも結局自分の携帯を持っててなかったんだよね。忘れちゃったんです。人任せっていう、そう、写真撮ってでしょ。うん。肉巻きおにぎりにかぶりついてるからトウモロコシだと思って写真撮って。バレない角度で写真撮ってで、そうそうそう、あの画像に騙された方は果たしているのだろうか。いいのでしょう。よかったらツイッターにコメントください。はい、え、肉巻きだったの？肉巻きだったの。トウモロコシちゃうんかいって。そう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 、ね、帰りにあとは黒糖綿菓子も食べて、食べましたね。ああ、他に結構食べ物の話だったよね。うん、あと何食べたっけ。
何食べたっけ。何食べたっけ。肉巻きと、うん、綿菓子とトウモロコシしか食べてない。本当はリンゴ飴が食べたかったんです。でもリンゴ飴って夏の屋台ではあまり見ないかなって。売ってなかったんですよね。なんか正月とかのなんか神宮周りみたいななんか参り、うんうんうん、の時にはなんか売ってたんですけど売ってなくて仕方ないです。仕方なかったんです。もうじゃあ年始で、年末年始でリベンジを。うん、はい。あ、メッセージが、お便りが来ております。届いております。ありがとうございます。はい、あ、じゃあ読んでいい。読めるならどうぞ。読める読める。ラジオネーム、はい、自称お昼の1宜野湾市民さんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お二人さん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。沖縄ではここ最近天気がぐずいているのです。ぐずついているそうですが、ぐずついているそうですが、はい、今宜野湾市の北部はどんな天気ですか。あの宜野湾市の北部南部がわからない。わかんない。なんか今ここにいるのが南なのか北なのかすらもわからない。そう、中部かもね。不思議な不思議な、あのなんだっけ、このFM 宜野湾さんあたりだったら ね、なんか今日は晴れたり止んだりしてます。お洗濯物干したのにって感じです。そうだね。そう、朝起きてお洗濯物干して、うん、そう、パラパラパラ、ね、みたいな。そう、お洗濯物が少なかったから、ちょっと今までね洗濯できなかったものをパッて出したらこの天気。なんかベランダの位置がよくって、なんかそのあんまり濡れない、うん、濡れなかったからまだそうよかったな、大丈夫かなって感じだけど、完全には乾かなそうね。うん、そうだね。ママに怒られないように。ママに怒られない。はい、あ、というかお二人はガチの宜野湾市民なんですか。ご想像にお任せいたします。 お二人に質問があります。はい。お二人は英語は喋れますか。これはまた微妙なところですね。どのぐらいの範囲が喋れるか喋れないか。さっきはまだお勉強中です。お勉強中です。お勉強 now です。もう私はもう義務教育をすでに数年前に終えているので、なんだろう、日常会話ぐらいならなんとかって感じですかね。あのほら、ヒアリングする分にはまあ聞き取れるんですよ。詳しいことまで言わけないけど、あ、だいたいこんな感じのこと言ってるんだろうなみたいなのはあって。そう、それはできるけど答えられない。答えられない。あ、でもなんかこのね、高校生の時にコンビニでアルバイトしてたんですけど、その時はこのなんかこのチキンは辛いよとか、このチキンノーマルだよみたいなのはそう、他のあの高校生に呼ばれるっていう、ハイセさん、ハイセさんなんて言ってますか、なんて言ってますか。君同い年やんって言いながら、おって感じでしたね。では、はい、宜野湾で会いましょう。お会いしましょう。お会いしましょう。お会いしましょうだね。お会いしましょうですね。お会いしましょう。じゃあ、お会いしましょう。お会いしましょう。また会える時にね。そうですね。そうですね。自称 お昼の一宜野湾市民さん。一ね、お会いできるといいですね。そうだね。こちらツイキャスもコメント来ております。リクさんから、さーきー 笑われてますが、多分お友達なんですかね。はい、友達です。あら、同じ部活の人です。また後でお話が弾みそうですね。弾みそうですね。はい、あ、ショールームもコメントよかったらください。はい、はい、今日のコスプレが刀剣乱舞ということですが、ですか。そうですね、刀剣乱舞つながりでちょっとご紹介を。京都の国立博物館で9月29日から11月23日までの間ですね。長いね。長いんですよ。行けたら行きたいな。京都まで。京都まで。ちょっと京都旅行も含めて京都ぶらり旅、ぶらり旅したいな。行きたいですね。鞍馬登りたい。鞍馬か。鞍馬、でも私も鞍馬登りたかったんだよ、杖をついて。うん、そうそう、
杖をついてやめて、最初からおじいちゃんおばあちゃん発言するのやめて。はい、その国立博物館にて京の刀匠の技と雅の心というのと桃源乱舞がコラボレーションしておりまして、おりまして、はい、刀が飾られてるんですか？そうですね、刀がいろいろ飾られてるらしくって、今回新たにこの追加された刀もいるみたいで、お、はい、見に行きたいな。今回は博多藤四郎が追加って聞きました。博多さんですか？博多藤四郎です。なんとかバーイって人でしょ。博多藤四郎ですね。粟田口の担当になりますね。ちょっと短いんですけど、まだもらってない。いいぞ、取れてない。博多藤四郎は使えるぞ、うん、ゲームのないの話。ゲームで結構強い、担当にしては結構強い子なんですよ、うん、そうなんですか。槍も一掃しちゃうんで。え、マジか。ダーンって。一番強いのは誰なんだろう。シナノとかかな。シナノくんよりは私は包丁くんが使える。あー、包丁かわいいよね。かわいいですね。包丁したいな。待ってます。やばい、もう怖いよ。待ってます。また消えてくよ、お金が。いやでも私がヒューガマサムネやってるから、うん、あれやってほしい。何？毛利藤四郎。毛利藤四郎似合うかな。ゲーム内で階層が拾えるんですよ。お話があるんですけど、決まった刀剣二振りを連れていくとその限定のお話が見られるらしいです。そうなんですか。はい、ヒューガマサムネですぐ調べた時に回想出てきた。ガチ勢じゃん。だって大好きだもん。あ、はい、はい、ということで本日はお友達、前回のこのラジオの時に少しだけ宣伝させてもらったんですけど、お友達が、あ、お茶いただきました。あ、お茶いただきました。リクさんからありがとうございます。ありがとうございます。カメラこっちか。うん。はい、ちょっとだけ宣伝させてもらったんですけど、私サーキットのデュアリズムのユニット以外にも千花繚乱っていう3名で踊ってるユニットがあるんですけど、その一緒のユニットのお友達のみくちゃんって子がこの新しくバーのちょっと店長っぽいことをしてるらしくって、お、そのお店の宣伝をさせてもらいたいと思います。思います。ちゃんと聞いてきましたよ、住所とコンセプト。あ、オッケー、はい、じゃあ静かにして聞いとく。あ、拍手もらいました。リクさんからありがとうございます。あ、ツイキャスです。ツイキャスです、すいません。ちゃんと喋って。はい、アニソンバースイートということで、はい、沖縄県那覇市の久米 1-4-24 アメコアパートの1階でオープンしているそうです。お、9月1日からこのなんだっけグランドオープンしてて、うん、結構初日からお客さんたくさん入ってるらしいんですよ。お、行きたいです。行きたいです。みくちゃんが働いてるところみたいです。はい、こちらアニソンバースイートのコンセプトはみんなで作り上げる楽しい空間、キャストさんだけではなくお客様も交えてみんなで作り上げることを目指しているそうです。もしよければ足を運んでみてください。もしかしたらデュアリズムに会えるかも。あなた無理だよね。うん、私無理、年齢的に。年齢的に無理。そうね、ハイセさんが言ってるかも。私が寝てる間に。寝てる間に。いいですね、行きたいですね。ママと2人で。ツイキャスからコメントが来ました。はい、はい、チャンスたくや18さんからです。ありがとうございます。ごめいちゃま、ごめいちゃま、お疲れちゃまぴょん。かわいいですね。かわいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。たくやさんもお疲れ様です。お疲れ様です。ということで、あ、本日もあと3分で終わってしまいます。終わってしまいます。30分あっという間ですね。あっという間ですね。ちょっと時間伸ばしたいな。今日はそうマネージャーがちょっと使用のためついてきてないんですよ。そうなんですよ。
そう、そのせいかわからないんですけど、初っ端からサーキの声が大きいっていう何マネージャーがいない方がやりやすいの、うん、ダメだね、そんなこと言っちゃダメだよ、そんなこと言ったら。あ、ツイキャスからチャンス拓也18さんから、はい、拍手ありがとうございます。ケフピョン、ケフピョン、かわいい、ピョンピョンしてますね、ピョンピョンしてますね、はい、どうでした今日の配信。とてもとてもやりかやりや やりやすかったです。もう言えないよ。噛んだ時にほっぺを叩くのをやめなさい。そう、なんか被り物がすごいかわいい。うん、買ってよかったです。ね、かわいいかわいい。かわいいかわいい。紹介していい？いいよ。ツイキャスからリクさんがクラッカーをくれました。ありがとうございます。めっちゃくれますね。あのお茶と拍手とクラッカーをくれました。今日合計ありがとうございます。大丈夫、なんか先週のこの前頭について何か語ることはもうない？前頭、あ、前頭言い残したことはない？言い残したこと、あの1日目は自分たちが行ったんですけど、2日目に琉球アイドルさんの山田さんっていう人が行ってたんですよ、はい、ライブの後に、はい、次の日行けばよかったって会いたかったなって感じですか。会いたかったなって思いました。そう、沢木さんの推しなんですよね。推しなんです、大好きなんです、山田さん。はい、大好きなんです。そう、私も生で拝見したことがあるんですけど、すごい可愛くてすごいちっちゃくてふわふわしてる子ですよね。かわいい、かわいいです。お、リクさんが拍手とキャス君をツイキャスからくれました。ありがとうございます。やばい、また何かあったらちゃんとありがとう言っといてください。うん、リア友ですから、リア友ですから唯一のリア友ですからはい、こちら番組に参加していただいた皆様ありがとうございました。お相手はデュアリズムのハイセとさあきでした。ではまた来週同じ時間にお会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございました。謎の手のパチパチ。お疲れ様です。ありがとうございました。ショールームの皆さんありがとうございました。ぜひぜひ次回は見てください。